皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルの題名はこちら、武家藤原氏シリーズ、力で時代を乗り越える、武家として大繁栄、藤原の秀里子孫編。ということで、今回のコツバチャンネルは武家藤原氏シリーズということで、武家として大繁栄していく藤原の秀里の子孫たちを紹介したいと思います。この家系の子孫はとにかく興味深くて面白いほどの広がりを見せていきます。この藤原の秀里と藤原北家をつなぐ部分についても諸説発生するなど謎が多い家系とも言えます。今回の大河ドラマ光る君へでは、今のところこの家系の人物は登場しておりませんが、間違いなく次の時代に向けて道長の治世でも確実に家を大きくしていく段階となります。ある種本日紹介する家系の人物たちは2作前の大河ドラマ鎌倉殿の13人にも多く登場していました。ちなみにこの秀里の子孫には岩手県の平泉に本拠地を置く奥州藤原氏という名族もおりますが、この一族だけでも相当濃いので今度別枠で企画したいと思います。それでは早速藤原の秀里の家系を見ていきたいと思いますが、そもそもこの家系はどこの藤原氏なのかというと、藤原の道長たちと同じ藤原北家となります。藤原北家なのかとはなりますが、藤原北家は北家でも道長たちとは遠い血脈となります。藤原北家の始まりは藤原の不人の子供の藤原四兄弟の一人房崎から始まっています。その房崎三男の又手の家系が道長へと続いていきまして、その弟の房崎五男の魚名の家系が秀里に続いていくことになります。ちなみに兼家の正室で道高、道兼、道長の母の時姫も魚名流の家系に生まれた娘となります。ある種道長も魚名流の流れを組んでいるとも言えます。この秀里の家系以外でも魚名流は大きく発展を遂げておりまして、和紙取りの流れや末重の流れも深く歴史に刻まれていくことになりますので、またどこかで紹介したいと思います。魚名自体は桓武天皇の時に左大臣まで上っておりますが、ほどなくして太宰府に左遷されてしまっています。魚名は700年代を生きた人物で、その子供の藤成は800年前後を生きておりまして、この藤成は父のように高官とはならず頭領を務めている人物です。そしてその子供の豊沢、そして豊沢の子供の村尾といたり、この家庭で下野大将などを務めたことによってこの地に強いつながりを持つことになります。そんな村尾の子供が藤原の秀里。魚名から秀里までの家庭においても謎が多くて、秀里の青年や没年についても諸説あるところとなります。下野の国府の肝心として務めておりますが、時にはその国府から追討を受けるなど、なかなかの荒れ具合も見せています。そんな藤原の秀里がこの日の本で名を挙げるのは平将門の乱です。関東において一族内で争いを繰り広げていた平将門が関東各地で勝利を収めていくことになります。その後朝廷に召喚されますが、罪には問われず関東に戻りますが、その後も一族内で争いが激化しています。そして藤原の春秋を庇護して日立の国の国府と戦闘になりまして、これに勝利し日立の国の国府を占領してしまいます。その後神津の国府も占拠し、瞬く間に関東を占拠することに成功しています。そしてまさかの親王を称するようになりまして、朝廷は藤原式家の藤原の忠文を正統大将軍に任じて鎮圧に当たらせるとともに、関東の豪族にも将門追討を命じています。この時に藤原の秀里も平将門と敵対していたそのいとこの平貞盛と結託し、秀里たちは将門を追い詰め、最終的には秀里が討ち取ったと言われています。この功により樹脂の下下野の神に任ぜられ、この子孫の大繁栄の礎を築くことになるこの秀里、その後には武蔵の神にも任ぜられ、鎮守府将軍ともなっておりまして、この秀里は武家の棟梁として崇められることになります。そして子孫たちもその流れを引き継ぎ、各地で武家として勢力を拡大していくことになります。この秀里が平将門を討ち取ったのは940年のことで、藤原の道長は966年生まれで、その父の藤原の兼家は929年生まれで、この頃は関白太政大臣を務めた藤原の忠平も存命ということになります。
そして秀里の子供たちからも家系が大きく広がることになるわけです。その子孫たちの中でも藤原の千春、狐がキーマンとなっています。この千春の子孫たちには奥州藤原氏を輩出しています。そしてこの千春といえば悲しい結末をたどる人物です。村上天皇の崩御の際には伊勢の小原氏、席を固めることが任務で鈴鹿の席をこの千春は固めています。父に引き続き武人としての務めを全うしています。またこの千春は相模の権之助も務めています。969年には藤原の諸忠や惟政、兼家が黒幕とされる安奈の変が勃発し、道長妻の源明子や源の利方の父の源の高明が失脚してしまいまして、この時に千春も清和源氏の源の光仲に捕まり、沖の国に流されてしまいます。この源の光仲と藤原の千春は共に関東に勢力を持っておりまして、こういった関係もこの安奈の変につながっていることがわかります。そして今回の動画のメインの家系として紹介していくのは秀里のもう一人の子供で千春の弟にあたる狐の家系です。この狐は藤原北家嫡流の全盛期を生きることになります。狐は970年に鎮守府将軍となっておりまして、関東でも勢力争いを繰り広げています。この狐は1012年に亡くなり、子供の藤原の文長の代へと移っていきます。この文長の生きた時代は道長の絶頂期のタイミング。武人として名を馳せている人物で、この人物も鎮守府将軍となっています。そして引き続き中央軍事貴族の藤原氏として代々の立場を守っていくことになります。この文長の子供から家系が大きく2つに分かれていくことになります。まずは文長の子供の文幸、いわゆる文幸流です。この藤原の文幸は鎮守府将軍とはなっておりませんでして、今までの人物とは違う人生を送っています。この文幸は宝珠寺でいさかいを起こして検非違使に追われることになりまして、この時に検非違使に対して矢を射かけてしまいます。検非違使に矢を射ることは非常にまずくて、道長に取りなしを依頼したと言われています。そしてこの文幸の子供の金光、長幸から子孫は広がっていくことになります。この藤原の金光は検非違使や相模の神、伊豆の神を務めています。この金光の青年は不詳となりますが、時は藤原の頼通の治世に移っているタイミングとなっています。そしてこの金光の子供には金清、常則、金末がいます。この辺りから少しずつ馴染みのある名字が見えてくることになります。佐藤金清は頼通から院政に移り変わるタイミングを生きた人物です。この金清は検非違使を務めておりまして、都で活動することになります。そして金清の子供の末清は北面の武士として武者所に詰めておりまして、検非違使も務めています。この末清の活動タイミングは年代でいうと1100年前後となりまして、白川天皇は院政を開始しておりまして、藤原北家、摂関家は道長の孫の藤原の諸実、そしてその子供の諸道、孫の忠真へと時も移っています。この佐藤氏は紀伊の国に経済基盤を持っておりまして、京にも近く武士として活躍することになります。この末清の子供の安清も検非違使を務めておりますが、途中に解任されてしまっています。この安清の子供には西行として知られている佐藤憲清がいます。西行は1118年生まれで、1190年が没年の人物です。以前に光る君へに登場している藤原の金星の子孫解説動画を出しましたが、その子孫家系の一つの徳大寺家の徳大寺実吉に仕えています。そして鳥羽上皇の北面の武士としても務めています。突如出家しておりますが、この時はまだ23歳です。出家後は諸国を回り修行しています。そして奥州藤原氏の藤原の秀衡や源の頼朝とも交流を持ち、秀里流の武芸古実を伝えていくことになります。そして西行の弟の佐藤中清の子供には後藤元清がいます。この元清は頼朝に仕えて平家討伐戦に参戦しておりまして、その後に讃岐の守護や播磨の守護を務めています。そして後鳥羽上皇と密接な関係となっていきまして、承久の乱では後鳥羽上皇方に味方し処刑されてしまっています。この時に元清の子供の元綱は鎌倉幕府方として活躍しておりまして、この家系は鎌倉幕府において重役を務めていくことにもなります。
まずはこの秀里の家系をひたすら盾に来ましたが、すでに歴史に名を残す人物を輩出しています。一旦西行の曽祖父にあたる佐藤金清まで話を戻したいと思います。金清の子供には須藤佐清がいます。そしてその子供の助道と続き、助道の子供の近清、道清と家系が広がることになります。この道清は鎌田氏となって、その子供には鎌田正清がいます。この鎌田正清は源義朝に仕えて、義朝より相当厚い信頼を得ています。この正清といえば、やはり河内源氏が一時的に傾くことになる平治の乱。この戦いで源義朝方は大敗を喫して地盤の東国に向けて脱出を図ります。逃げる途中に尾張の国の鎌田正清の舅にあたる長田忠宗の館に立ち寄っています。しかしこの長田忠宗はこの義朝主従を裏切り、義朝正清は共にこの場で殺害されてしまっています。そしてこの長田忠宗は後に義朝の子供の源頼朝に処刑されるという運命をたどることになるわけです。そして須藤佐清の流れに戻りますが、この家系は山内須藤を名乗るようになります。山内須藤利通は源義朝に仕えますが、平治の乱において敗れて処刑されてしまっています。この利通の子供には同じく平治の乱で亡くなる利綱、持人王の挙兵に従い討ち死にした利秀、そして頼朝にお供してこの家系を後世につないでいく常利がいます。この常利は鎌倉殿の13人にも登場していた人物です。とは言っても頼朝挙兵当時は味方せず、大場景親に味方しておりまして、その後捕らえられた際には処刑されそうになりますが、母で頼朝の乳母の山内の尼の除名により許されまして、頼朝にそこから従うことになります。ここで処刑されていたら後世の子孫たちは登場しないということになります。その後伊勢伊賀の守護とはなっておりますが、三日平氏の乱が発生し、常利は当初逃亡したことからこの守護の任を剥奪されています。その子供の重利は備後の国の自動式に任ぜられることになります。このことがきっかけでこの家系は後に備後の国で続いていくことになります。戦国時代には光る君絵にも登場している赤染右衛門の子孫にあたる毛利家の家臣となっておりまして、長州藩でも重臣として続いていくことになります。そしてこの家系につながる流れについては諸説ありますが、山内須藤常利のひ孫には利家という人物がおりまして、ここからあの土佐山内家に続いていくことになります。戦国時代には山内和豊が信長秀吉に仕え大名となっておりまして、そして家康に味方して土佐の国を与えられることになって、あの幕末の土佐藩へと続いていきます。定かではない先祖を持ちながらも、藤原北家、藤原の秀里、そして頼朝に味方した山内須藤常利というつながりがこの山内陽道へとつながるのも非常に興味深いです。すでに2つ目の大きな家系をたどると、こんな大きな一族までたどり着いてしまいました。そして話は平安時代後期の藤原の金光の子供の3兄弟まで戻りたいと思います。今まで紹介した流れはその子供の佐藤金清の流れ、続いてはその弟の佐伯の常則の流れを見ていきたいと思います。この人物は旗の氏の祖となっています。この家系についても秀里流と言われておりますが、彰子だけという説もあります。佐伯の常則は源頼義に長く仕えて、前九年の役において戦死してしまっています。後に子孫は相模の国の旗の将から旗のを名乗るようになっています。そして鎌倉時代には御家人として鎌倉幕府に仕えています。そして話はまた藤原の金光の子供の三兄弟まで戻りまして、そのさらに弟の金末、この人物は伊賀氏の家祖となっています。伊賀氏というとやはり鎌倉時代という印象が強いでしょうか。この金末から5代目に伊賀朝光が登場しています。この朝光は平安時代末期から鎌倉時代を生きた人物です。頼朝に付き従って政権樹立に貢献しています。そして頼朝亡き後は北条家とも密接な関係を築いています。そしてこの朝光の子供には光末、光宗、そして伊賀の方がいます。鎌倉殿の13人に重要人物として登場していた伊賀の方や伊賀光末、伊賀の方は2代執権北条義時の系室となっておりまして、7代執権の北条政村や金沢流北条氏の実安らを生んでいます。
そして悲劇の最後を遂げるのはその兄の伊賀光末。光末は1219年に赤染右衛門の子孫にあたる大江の親広と共に京都守護として京に入っています。しかしその2年後の1221年に承久の乱が勃発します。後鳥羽上皇が義時追討を全国に命じてこの光末も招聘しますが、これを拒否して後鳥羽上皇方と敵対しています。そしてこの光末のもとに後鳥羽上皇方800騎が攻め寄せて少数で奮闘しますが、自害して果てることになります。その間際に鎌倉にこれを知らせる使いを出し、幕府方はこれを知ることになります。承久の乱には幕府方は勝利して、この光末の子供の末村に医療は引き継がれることになります。しかし義時の死後には伊賀氏の変が発生。この謀反は未遂で終わりますが、伊賀の方は流罪となっておりまして、伊賀光宗も所領を没収されて信濃の国に流されています。この光宗は後に許されて評定衆を務めています。そして伊賀氏の子孫は備前の国の地頭職を務め、その流れは宇喜多家や毛利家に仕えていくことになります。鎮守府将軍の家系は西日本につながっていくことになります。そして話は道長の頃の秀里の家系の藤原の文行まで戻りたいと思います。文行の子供の長行、この長行の家系も飛躍的に大きくなっていきまして、九州にその一族ありという状態になっています。そしてそれと同時に謎も多く不明点が多い一族ともなります。長行の子孫には近藤義重がおりますが、義重については藤原の秀里と同じく魚名流の藤原の俊人の子孫という説もあります。この義重は源頼朝に付き従っておりまして、妻には大友常家の娘を迎えておりまして、その間に1172年に義直が誕生しています。当初は古庄義直、そして近藤義直と名乗り、大友号を継承すると大友義直を名乗っています。さらには鎌倉殿の13人に登場し、13人の合議制が取られた際のその一人である中原の親吉の有志ともなっています。頼朝のそば近くで仕え、17歳で左近将監に任ぜられています。25歳で豊前豊後の守護式、そして鎮西奉行となっておりますが、住んではいません。筑後の守護も務め、大きな基盤を九州で作ることになります。この出世から頼朝の娯楽院説が出るほどの人物です。義直は1223年に亡くなり、大友親秀が引き継いでいます。この親秀の子供の頼康は鎌倉幕府の安定期から激動の期間を過ごしています。元寇の際には頼康は出陣し活躍しています。その後は豊後の国を中心に基盤を固めていくことになるわけです。この家系から分かれた一族として立ち話もおりまして、戦国時代に名を馳せる一族となっています。そしてこの家系は途切れずに続いていきまして、戦国時代には大友宗麟として有名な大友義重を輩出しています。九州で勢力を拡大していくことになりますが、後半には島津氏に圧迫され、豊臣秀吉に助けを乞い、九州征伐が発動することになります。これにより大友家は滅亡を免れることにはなりますが、大友宗麟がこの世を去った後に1593年の文禄の役の平壌城の戦いで大友義宗が誤報により小西行長を見捨てるという行動を取ってしまい、秀吉から怒りを買い、その後改易されてしまいます。関ヶ原の戦いの際には給料回復を目論んで西軍に味方しますが、周知の事実の通り西軍は敗れ、大名への復帰の道は閉ざされてしまいます。その後は子供の大友義教が後家として取り立てられ続いていくことになります。ここでも秀里から始まり、途中諸説ありながらも江戸時代の大友氏までたどり着くことになりました。そして話は大友氏が始まったあたりまで戻したいと思います。大友家家祖の大友義直の叔父にあたるとされる武藤頼平、そもそも道長の末裔という説もあり判然しないところがありますが、この秀里の流れとして本日は紹介したいと思います。この頼平の子供の武藤助頼、この助頼は初めは平知盛に仕えておりましたが、頼朝方に投降し三浦義澄に預けられて、その後は頼朝に従っています。そして頼朝の信頼を勝ち取ると鎮西奉行を務め、筑前、豊前、肥前、壱岐、対馬の守護を任せられるところまで出世することになります。また1226年には太宰の少尉に任ぜられておりまして、この太宰の少尉は子供の助吉も務めています。そしてこのことから少尉を名乗るようになり、あの九州の少尉氏となるわけです。
この助吉は非常に長命で、頼朝が亡くなる1年前の1198年生まれで、元寇にも出陣しており活躍することになりますが、弘安の役の際には負傷し、それにより亡くなってしまっています。この元寇において助吉は大いに活躍した人物です。この戦いには子供の常助、影助、孫の助時も出陣しますが、助時も討ち死にしてしまっています。その後の正西は定常の代になると鎌倉幕府倒幕のタイミングとなっています。はじめは幕府方につきまして、鎮西短大の北条秀時に味方しておりますが、鎌倉幕府が滅亡したのを知ると一転し、鎮西短大を攻め、これを滅ぼしています。その定常の子供の頼久は九州に落ち延びた足利尊氏に味方しておりますが、後に足利一族の一色範氏が九州短大となり肥前の国の守護になった際には、今までの功をないがしろにされる形となります。これにより足利忠冬が九州に逃れてきた際にはこれに味方しています。戦国時代になると大内氏の圧迫を受けることになります。そして正に冬久は龍城寺高信方に攻められ、最終的に自害して果ててしまっています。ここに正西は滅亡することになったわけです。この流れも諸説あるものの、九州の名族へとつながっていることがわかります。そして話はまた平安時代の藤原の秀里のひ孫の代まで戻りたいと思います。また戦国や平安を行ったり来たりしておりますが、序盤に2つに大きく分かれるとお伝えしたところまで戻りますが、本日今までの流れは秀里流の中でも文行流となりまして、ここから紹介する流れは兼光流となります。藤原の文長の子供の藤原の兼光、秀里のひ孫にあたります。そしてその子供の頼行、ここから家系が2つに分かれることになります。この頼行は1022年には鎮守府将軍に任ぜられています。そしてこの子供の兼行、成行と続いていきまして、この家系は足利を称するようになります。足利の由来はまさに下野の国足利の将を拠点としておりまして、そこから足利を名乗るようになります。この足利氏は統制足利氏となっておりまして、あの現世足利氏とは全く別になります。成行の子供の足利家綱は1100年前後を生きた人物です。現世足利氏の祖となる源義国の家人を務めていたとも言われています。そしてその子供の利綱の代で大きく流れは変わることになります。新田の将の下司に新田義重がつくと対立を深めていくことになりまして、足利の将も奪われかけることになります。源頼朝挙兵後の野木宮合戦では頼朝叔父の志田義弘に味方して敗れることになります。この時頼朝方には同族の小山氏が味方しています。そして利綱は家人に裏切られあっけない最後を遂げています。この忠綱は現世足利氏の足利義兼の妻北条時子と不義密通したという残言が元で追手をかけられ、北条時子は無実の罪を晴らすために自害したという話も残っています。かくして統制足利氏は終焉を迎えています。足利家綱の子供の有綱の子孫は統制足利氏の所流の佐野氏として後世まで続いていくことになりまして、家系はさらに多くの分家に分かれ、統制足利氏の血脈自体は受け継がれていくことになります。そして少しだけ家系を遡り、足利成行の弟の藤原の高綱の子孫には藤原の秀康がいます。この人物も鎌倉殿の13人に登場していた人物です。後鳥羽上皇が義時追討を命じた承久の乱では、上皇方の総大将を務めることになりまして、先ほど登場した伊賀氏の伊賀光勢を襲撃し自害に追いやっています。しかし大軍の幕府軍と戦い大敗を喫して、最終的には後鳥羽上皇にも見捨てられて京で処刑されてしまっています。話は再び藤原の頼行まで戻りたいと思います。頼行の子供の太田行隆、この子孫からも名族が登場することになります。この行隆は武蔵の国太田の将を本拠としたことにより太田を称しています。この太田氏は行光、行弘、行友と続いていきますが没落することになります。そして太田行政の子供が小山正光と下神戸行吉。まずは小山正光を紹介します。下野の国小山の将を本拠地として小山を称することになります。下野大将を務め、この下野において大きな勢力を誇っています。頼朝に味方することになり、子供たちは大きな発展を遂げていくことになります。特にこの小山正光の子供で有名なのは小山家を継ぐことになる小山朝政、そして長沼宗政、結城朝光がいます。
この小山朝政は平家討伐戦に参戦し、多くの功を挙げることになります。鎌倉幕府開府後には播磨の守護も務め、下野の神にも任ぜられています。長命で頼朝に生まれ年は近いですが、1238年の北条泰時の治世まで生きて、鎌倉幕府の宿老として存在感を示しています。そして小山家は戦国時代に大名としては終焉を迎えることになりますが、家は続いていって、江戸時代になると水戸徳川家で家老を務め、血脈をつないでいくことになります。小山正光の子供の長沼宗政も平家討伐戦に加わり功を挙げ、承久の乱では幕府軍として京に入りまして、その後に摂津や淡路の守護を務め、各地の地頭指揮も務めています。子孫も鎌倉幕府で活躍し、この家系も長く続いていくことになります。そして小山正光と八田家の寒川の尼藤原の道兼の子孫の間に生まれた結城朝光も頼朝の下で活躍しておりまして、鎌倉幕府において評定衆を務めています。そしてこの結城朝光も長命で、五代執権北条時頼の代まで生きています。そしてこの結城家も家系は相当大きく広がることになりまして、徳川家康次男の秀康が養子に入ったり、所流の結城家は水戸徳川家に仕えるなど、家系が現代にまで続く家となっています。そして小山正光の弟の幸雄氏は下総の国の下神戸の将より下神戸を称するようになります。幸雄氏の子供の幸平正義は頼朝に付き従い平家討伐戦に参戦しておりまして、幸平は頼朝から準文様の扱いを受けています。またこの弟の正義の子孫からは、あの有名な鬼平犯科帳の長谷川平蔵も登場することになります。ということで今回は鎮守府将軍藤原の秀里の子孫を紹介させていただきました。奥州藤原氏は別枠で紹介したいと思っているので、今回はそれ以外でということになりましたが、諸説ある一族も含め相当な武人家系であることが改めてわかります。家系は全国に広がり様々な続き方をしておりますが、これも一重に秀里の武人としての働きがあって、それが子孫たちに脈々と受け継がれていくことになったわけです。武家の藤原氏も相当多くありますので、今回はその第一弾として紹介させていただきましたが、これからもできるだけ多くの藤原氏を紹介していきたいと思います。本日は骨場チャンネル、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。